めっちゃいい音じゃないですかこれ。いいっすよね。あ、こんにちは、池部楽器店パワーレックの岸です。そしてはい、ネイティブインストルメントジャパンプロダクトスペシャリストの総一です。よろしくお願いしま す, しいします。ということで、ついに出たこのロイシーなパッケージが、はい、ちょっと仲間外れ感がすごいですね。仲間外れ感がこの3種類とね比べるとね。そうです、別格。名称コンプリート12アルティメイトコレクターズエディション。はい、その通りでございます。はい、こちらの新しくラインナップに加わった、はい、こいつをご紹介いただきたいなと。はい、はい、ありました。じゃあちょっといいですか。あ、すいません。はい、11まではこの3種類でしたね。コンプリート11セレクト、はい、そうですね、コンプリート11、はい、コンプリート11アルティメイト、はい、まあ、これまでもずっとこの3種類だったんですけれども、うん、なんとですね、はい、まあ、NY、はい、まあまあ長い歴史持ってます。お、どれぐらいの歴史なんですか。ネイティブインストルメント自体はもう20年以上になるんですけれども、はいはい、コンプリートができて、はい、なんと、はい、今年で15周年、はい、15周年を記念して発売されるのがこのコレクターズエディションでございます。すごいじゃないですか。だからちょっとパッケージが違うんですね。ホログラムですからね。わかるかなこれ。キラ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 ホログラム。確かにキラキラしますね。はい、虹色に光るんですよ、光の加減で。特別な、はいはい、で、はい、収録製品今までね、はい、アルティメイトが一番収録製品数としては、まあ、そうですね、すげーぞというやつがこいつでしたけど、やったんですが、はい、実はアルティメイトにも入ってない、はい、うん、製品っていうのがいくつかありまして、はい、とりわけ注目の、はいはい、シンフォニーシリーズっていうものがございました。はいはい、コンプリート11アルティメイトには、はい、そのシンフォニーシリーズのエッセンシャル版のシンフォニーエッセンシャルズっていうものが、うん、コンプリート11アルティメイトには収録されていたんですけれども、その実はね上位版が、はい、コンプリートアルティメイト11アルティメイトには収録されてない上位版のシンフォニーシリーズがありました。はい、うんうんうん、それが、はい、まずコンプリート12アルティメイトコレクターズエディションには入ります。なるほど。はい、でそれだけではございません。はい、さらに先ほどの動画で、はい、ご紹介した、はい、エクスパンションズ、エクスパンションズ、はい、ありましたね。エクスパンションズ、エクスパンションズ、はい、なんと、なんと、50タイトル、50タイトル、はい、これ、ちょ、いくつも、そうですね、これ、はい、セレクトが3、3、通常版が10、10、アルティメイトが20、で、通常のアルティメイトよりも倍以上っていうことですよね、50、50ですよね、収録されます。どんなジャンルのね即戦力音源が、はい、はい、50入ってますから、いやー、やりますね。はい、では、はい、まあ、エクスパンションズは、はい、の概要とか、ね、どんなものなんだろうっていうのは、はい、まあ、先ほどの動画でご紹介したので、そうですね、はい、この動画ではですね、はい、じゃあそのシンフォニーシリーズ、はい、はい、まあ、先ほども、シンフォニーシリーズの、ストリングアンサンブル、はい、という製品だったんですけれども、はい、出だしでちょっと私がピロ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 弾いてたのが、あの僕が酔いしれてた、はい、あの音ですね。僕も今自分で弾いて寝そうになってたんで、はい、あれが、はい、シンフォニーシリーズのストリングアンサンブル、はいはい、でそれ以外にも、いろいろあるので、うん、そちらをちょっとご紹介していきます。ぜひお願いいたします。はい、はい、じゃあブラス、はい、鳴らしてみます。はい、ブラスアンサンブルですね。はい、アーティキュレーションいくつか試してみます。うん、はい、
方のところですかね、はい、非常にいいですね。いいですか。素晴らしいですね。ありがとうございます。ちょっと弾いてみますか。どうしようかな。ちょっとだけ、はい、あ、でもすごい丁寧に収録、ちょっと僕指1本しか今使ってないですけど、丁寧に収録された、うん、サウンドですね。やっぱりそうですね。例えば連続して今のように弾いた場合ですね、はい、うん、全く同じベロシティで弾いていたとしても、はいはい、まあ、人間って実際連続して全く同じ声量といいますかね、息の量で、音を鳴らすことって多分不可能だと思うんですよ。そうですよね、はいはい、なので、はい、連続して鳴らした場合、はい、極力自然に聞こえるように違うサンプルが繰り返し繰り返し出てくるような、うん、内容になってますんで、うん、自然により聞こえるかなと思います。なるほど、はい、じゃあ次いきますか。はい、お願いいたします。もうこっちでいっちゃいましょうかね。はい、ウッドウィンドアンサンブル、はい、早々にやめちゃいましたけど。いや、こちらもまあ、ウッドウィンドですね、まあ、木管ですね、今ウッドウィンドアンサンブルっていうプリセット名、はい、弾いてますんで、はい、さまざまなその、木管楽器がこの色分けされたところで異なった楽器がなるようなプリセット。もちろんアーティキュレーションもついてますし、うん、まあ、サックスだったりオーボエだったりフルートとか、うん、っていったものが収録されています、はい、クラリネットもね、はい、ありますし、はい、まあ、あれですよね、結構、まあ、アンサンブルだから当たり前ですけど、やっぱり壮大なその雰囲気っていうのはすぐ出しやすくて、うんうんうん、まあ、アーティキュレーションも変えることができてっていうので、うんうんうん、表現力も非常に豊かな音源なのではないでしょうかね。 ありがとうございます、はい。じゃあ、最後にパーカッション、はい、ですね、はい、これ今ティンパに鳴らしてますけれども、はい、例えばですね、これ多分気に入るんじゃないですかね、キスさん。本当ですか。はい。あ、ああ。これはですね、僕が一番好きなやつ。ですよね。これ難しいですね。どう表現していいかあれですけど、まあでもいいサンプルは、はい、あれこれ使ってます、はい、そうですね、まあまあ、パーカッションなので、はい、もちろん金物系も入ってますし、うん、タムとかティンパニーも入って、あとはシロフォンとかも入ってますね。うーん、どうぞ。またボールですか、はい、いいんですか。おお、はい。で、まあ、今ご紹介した、ストリングアンサンブル、はい、ブラスアンサンブル、はい、ウッドウィンド、はい、
ッドウィンドですね、はい、とあとパーカッション、はい、で、ブラスとウッドウィンドに関しては、はい、今アンサンブルをご紹介したんですけれども、うん、ソロもついてきます。うーん、なので、まあはい、もうオーケストラを網羅しているというか、そうですね、もうこれだけで、まあ、フルオーケストラの曲が作れるかなと。以上がシンフォニーシリーズ、まあ今回から新たに追加されたシンフォニーシリーズのご紹介でした。はい、はい、ありがとうございました、はい、でもこのシンフォニーシリーズって確か結構お高い感じじゃありませんでした？そうですね、シンフォニーシリーズだけの、はい、シンフォニーシリーズコレクションというバンドルがありまして、はい、そちらが12万9800円ですね。12万9800円ですね、はい、だとするとこのコレクターズエディションはとんでもない価格になるんじゃないですかね。そうですね、まあ、価格を、はい、言っておきましょう、はい、19万8000円でございます。8000円、19万8000円になります、こちら、はいはい、さらになんと、コンプリート11アルティメイト、はい、以前のものですね、まあ、アルティメイトアルティメイト以前のアルティメイトユーザーさん、コンプリート8、はい、はい、8アルティメイトからのユーザーさん、過去のアルティメイト製品のユーザーさん、はい、はですね、はい、なんと6万9800円で69,800円、はい、コンプリート12アルティメイトコレクターズエディション、こちらですね、はい、アップグレードしていただくことが可能です。じゃあ19万8000円の価値というのをもう6万9800円で、そうですね、以前のアルティメイトユーザーさん、はい、にはご提供させていただけると。そうです、いうことですね。アルティメイトユーザーさんが、ね、別でシンフォニーシリーズコレクションというバンドルを12万9800円で追加したとしても、うん、はい、まあ、それよりも安いと、はい、でかつ、うん、エクスパンションズが50個ついています、はいはい、なるほど。でもこれ結構インストールとかなんかこれだけたくさんあると、はい、大変な気がするんですけど、いいところついていただきました、ね、あ、本当ですか、はい、はい、前はね、はい、ドライブでインストールとかっていうのもあったんですけど、今のネイティブアクセスという、はい、まあ、インストールだったりアップデートを管理するためのアプリケーションが別にございます、はい、なので、管理も非常に簡単で、はい、そこでインストールをしていただくだけで、はい、あとはもうインストールできますんで。じゃあ、まあ、さっきご紹介したその、はい、以前のバージョンのアルティメイトユーザーさんとかだと、はい、なんかすでにもう入ってるパッケージ、まあ、こちらにも入っている音色が多分被る部分も出てくるかと思うんですけど、はい、まあ、例えばその個別にその今回フューチャーされているシンフォニーシリーズとかも個別に入れていくことはできる、うん、あ、もちろんです。あ、ネイティブアクセスというあのアプリケーションが非常に周知でして、はい、もちろん今お持ちの製品に関しては、はい、インストール済みというところの一覧に出てくるんですね。うん、で、あなたまだこれインストール、そのパソコンにインストールしませんよというものだけが出てきますので、はい、そこだけを、まあ、インストールと押していただくだけで。なるほど、はい、まあ、時間的にも無駄がないということですね、はい、まあ、このコレクターズエディションだけでも 900GB っていうすごい部分があるので、はい、まあ、確かに単体で最初から新規でご購入される方はもちろん時間をかけてっていう部分はあるんですけど、まあ、アップグレードされる方にとってはそこを時間を省いてインストールいただけるということ、うん、そうですね、はい、はい、了解いたしました、ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします、はい、ぜひ皆さんこちらのコレクターズエディションもう一回言いましょうか。コンプリート12アルティメイトコレクターズエディションですね、はい、ぜひ導入してみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい。